ある動物だと思います。世界最大の鳥、ダチョウというですね鳥になるんですが、アフリカに住む、この子たち、よくですね飛べない鳥としてですね有名だと思います。この子ですね、結構見た目いかつくてですね、怖がられちゃうような子ではあるんですが、実はこの子、草食動物になりますね。葉っぱなどをですね食べる動物になるんですが、こちらではですね、この子の住んでる場所に生えているような葉っぱをご用意するのはちょっと難しいので、こちらダチョウ用に作られたダチョウペレットというですね、ダチョウに必要な栄養素がぎゅっと詰まった、ペレットですね。あとは、キャベツとリンゴの方をあげております。ではですね、もう食べたそうなのでね、早速自由にね食べてもらいたいと思います。どうぞ食べ方ご覧になってみてください。よいしょ。ダチョウですね、歯がないので食べたもの丸飲みになります。そしてですね、首が長いので、口に入れたものそのまま飲み込むことできません。一度首元にご飯をためて上を向いた際に一気にごくんとする仕組みとなっております。今首元タプタプしてきてるの分かりますかね。だんだんタプタプしてきてる、これ今ご飯溜め込んでる最中になりますね。何個か入ってる。今ねいっぱい食べてますね。この子はですね、1日にですねこのフードを約2キロプラスですね、キャベツとリンゴ合計900グラムあげてますので、1日約3キロぐらいご飯食べてる計算になりますね。このペレットもですね一部となります。だいぶ今タプタプしてきてますね。頑張って頑張って、途中まではですね頑張ってグググーっとね、持ち上げられるんですが、最後は上を向いて一気にゴークンとします。今これご飯伝ってるの分かりますか。このポップクルーティーご飯ですね。さてですね、ダチョウ世界最大の鳥とは言うんですけども、どのぐらいの大きさなのか、はい、今ゴークンってしました。そしてまた食べ始めます。世界最大の鳥っては言われますけど、どれぐらいの大きさなのかと言いますとね、ありがとうね。高さは約2メートル、重さはですね、オスの大人のダチョウであれば130キロにもなる個体がいます。とっても大きな鳥なんですが、その代わりにこちら飛ぶことはできません。代わりにですね、強靭な脚力、足の力を持っております。走るとですね、時速60キロぐらいのスピードを出して走ることができますね。これはですね、我々人間を含む二足歩行で行動する生き物の中では最速となっております。そしてですね、こんな大きな体のダチョウなんですが、この大きさと足の速さ以外にもう一つ優れた特徴がございます。それはですね、とても視力、目のいい動物ということですね。ダチョウですね、アフリカに住むのでね、怖い天敵たくさんいます。ライオンやハイエナなどがいるんですけどね、そんな敵からですね、この子たち走って逃げるんですが、非常に遠くまで見えます。なんとですね、野生下のダチョウ、条件さえ整えば4キロ先まで見えているとも言われております。でですね、ダチョウですね、この大きな目ですね、実は頭の3分の2をこの眼球が占めております。そして間にですね、ピンポン玉ぐらいの脳みそがあるんですけども、自分の脳みそよりも片方の眼球の方がですね、重くなって明るくなってしまうというね、とても面白いね、進化を遂げますね。自分の脳みそよりもね、目の方がね、そう大きいんだよ。でですね、この世界最大の鳥ダチョウ、世界最大の鳥っていうことはね、もちろん卵も世界最大となります。これ本物になりますね。中身の抜いてある卵殻標本っていう卵の殻の標本です。緑じゃないっていうか、大気になるとね、なんかね、ヘキバの種って硬くて割れないじゃん。爪だけで割ったよ。爪でヒッてやったら爪割ったよ。だからやろうと思えば割れない。これからね、これ割れるんだよ。なんだこれ。どうぞ触ってみてください。普段ね、お家で触るニワトリの卵とはやはり違った感触がすると思います。この卵ですね、中身の入った状態ですと約1キロあります。
我々のですね、ニワトリの卵はですね、20個分の中身が詰まっておりますね。しかもそれ卵も特徴ありましてね、かなり頑丈です。これはもう中身が抜いてあるのですぐ割れちゃうんですけど、中身のですね、入っている状態のダチョウの卵、このぐらいの高さから落としても日々一つ入りません。これ冗談ではなくね、割るとき本当にドリルとかハンマー使わないと割れないぐらい、高度がありますね。そしてこれはですね、この子から抜けた羽になります。見てください、ダチョウの羽ですね、とっても大きいんですけども、すごい軽くてですね、ふわふわとしてます。なのでこちらですね、黒い方の羽はですね、畑として加工されて使われたりしますね。ふわふわするでしょう。これがいっぱいあるからね、ダチョウさんね、とてもね、体あったかいんですよ。鳥の体温は平均40度ぐらいあると言われていますね。すごくですね、体をですね、体温を保つためにこのようなですね、あったかい。そろそろ触ってみてください。はい、次から触ってごらん。触ってごらん。もしかしたらですね、このような畑とか見たことある方はね、ダチョウのですね、羽使われてるかもしれないですね。じゃあですね、こちらの方でね、もぐもぐタイムの方は終了となっていくんですけども、やはりですね、今一度、はですね、見たことのある、知っている、聞いたことある動物でもね、改めて間近で見てみますとね、新たな発見等あると思いますので、いろんな角度からね、動物の方を見ていただけたら、もっと関心持っていただけるのかなと思います。こちらの方でね、もぐもぐタイムの方は終了いたしますね。どうぞ皆さん、たくさんですね、動物の方を見ていってあげてください。どうもありがとうございました。話よりもあったら、だってほら見たら、好きやね。